はい、というわけで、はい、相方の趣味詳しいドッキリで赤星選手が裏でいろいろ言ってくれるドッキリすごい、はい、成功。ボーイング見てます。あ、ありがとうございます。ほんま本物です。だから今ずっとね、聞いてましたし、そうです、めちゃくちゃ生きてました僕。いや、ちょっとね、だから僕のなんか悪いことを言ってくれないかなって、そしたら切れようと思ってたんですよ。いや、めちゃくちゃ好きだよ。めちゃくちゃなんかこういいことしか言ってくださらないから。マイク入ってねえんだよ。マイク入ってねえんだよこの野郎。あの福岡ですよね。そうです、そうです。福岡ですよね。はい。あ、もうやばいやばいやばい。あの時しかも途中出場なんですよ。そう。さっきね、おっしゃってましたもんね。そうそうそう。で、ちょっとそれで怒ってたんですよ、僕はもう。スタートを外されたというか。ヒーローだったんですけど、機嫌もあんま良くなくて、で、ファンの方に聞こえねえんだよって言われて、いや、マイク入ってないから聞こえるわけないじゃんって。思ってたんですよ。いや、ほんま、これ、はい、こんなことしていいのかな。さっきご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。おめでとうございます。言い忘れましたけど、ね、いえ、もういや、すごいな。いや、すごい、はい、いや、金本さんが3番やったから盗塁しやすかったっていうのはあれ、ほんまなんですか。あ、本当ですか。やっぱそうなんですか。はい、あの、待ってくれましたんでね。やっぱそうなんです。待ってくれてたんですけど、行かないとにらまれてましたけどね。あ、行かないとにらまれてました。その次の年来た金慶斗選手はどうですか。最悪です。なんかあの、これ最悪でも金慶斗がいないから言えますけど、はいはいはい、走ったらね、めっちゃ怒るんですよ。なるほど。うろちょろすんなって。なるほど。でも監督が、赤星は走らせるよって言ったら、僕走った時わざとバット振るようになったんですよ。わざとこう当てに行ったりとかするようになっちゃったんですよ。うろちょろすんなっていう割に金慶斗選手ホームランの時全力疾走するからね。そうそうそう、ホームラン打った時も全力疾走する。そうそうそう。俺見に行った時ホームラン完全にマニアックな話。すいません、すいません。多分この3人が、いや、もう俺らも知らない話だから。このもう2人じゃ。てか、1個僕伝えたいことがあって、はい、僕が最初に人生で見に行った試合が、はい、赤星さんがサヨナラヒット打った試合なんですよ。はい、2004年の5月なんですけど。あ、巨人戦です。巨人戦です。ああ、はい、はい。左中間に。はい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 。あの試合、僕初めて見に行った試合なんですよ。それまでちょっとね、なんかマジでチケット取れなくて、2003年の時は。そうですよね、あの辺2003年お父さんにずっと行きたいって言って、取れなくて。チケット取れなかったですもんね。そうなんですよ。じゃあ2対1かなんかで勝ってて、逆転されたい、9回、うん、あ、終わったんちゃうかなと思ったら追いついて、また1点取られてみたいな感じでした。はいはい、点の取り出したんですよ、終盤にね。はい、はいはい、それね、まだチケット残してるんですよ、実は。へぇ、ずっと覚えてます、本当に。すごい。すみません、本当にこんなガチな話して。いや本当に。てか、僕ら世代の、いや、俺もだから、俺もそうよ。スターやから。めちゃくちゃ知ってる、俺も。だから、なんで今こうやって喋れてんのよ。よかった、ほんま。いや、俺今日のドッキリ、こんなん、いや、なんかさ、ただ勉強してきただけやと思ってたから、はいはいはい、死ぬほど生きてました、ちょっと。途中し。どう見ますか、嵐さんのやつと。いや、やっぱり嵐の時と同じ雰囲気は感じたんで、うんうん、もう企画は分かったんですよ。はい、なんか一日勉強した阪神の知識に 対決する的なノリかなと思って、はい、僕も負けへんように、うん、どっちかが知らへん知識たちとってやってたんですよ、ずーっと。はいはい、いや、そう思うとやっぱすごいね、と思って。なんでそんなロッカールームのさ、その扉の誰が知ってんねんみたいな。それガチで入ったことある、うん、ナイトフリーやから。誰が知ってんねんみたいな。情報やったんで。いや、だから、じゃないと僕が来た意味ないんでね。そうですね。前回の嵐さんのやつより勝たないと。いや、だからそう。だから、それはちょっとね、さすがにそんな言ったらそんなんだよ。素人で行けたらそんなんもん。阪神ファンみんなちょっと見てみたいですからね。見学してみたい場所ですから。そうですよね。あと、甲子園球場でも一回、ファンに切れてましたよね。また出しますか、そういうの。引き分けの試合。そうです、そうです。あの引き分けの試合。延長でね。延長で。はい、あれ、テレビでずっと見て、3テレビで見てたんで。そうなんです。延長で引き分けで。ずーっと1回からこう文句を言ってるおじさんがいて、はいはい、で僕だけじゃなくてみんなネクストに来るとみんな言われてたんですよ、矢印が、はいはい、で最後僕が最後のバッターになって戻ってきた瞬間に行ったったという。あ、そうですよね、はい、あの牧原さんのチャンネルでも。あ、そうです、そうです、おっしゃってました。そうなんですよ。赤星さんってあんま出ないんですよ、うん、プロ野球選手のその YouTube にあんま出てこない。そうですね、だから、あの何回目？ 2 回目？ 3 回目ぐらい。そうですよね、あの牧原さん以来ですよ。牧原さんはもう高校の先輩なんで、そうですよ、断れなかったというのがあって大先輩ですから、うん、だから本当に野球界の人の以外の YouTube を初めてしようかな。ありがとうございます。なんでか、それは嬉しい。そんなわけないと思ってました、僕正直。いや、だからこれで赤星出てくるパターン絶対ない。僕の中では。でも僕らもその愛が伝わってきた時にめっちゃニヤニヤしてました。いや、俺嬉しくなって。本当に、うん、よかった。なんか前聞いてて嬉しかったですもん。中でもでしたもんね。中でもやったもんね。381盗塁やから。すごい。引退会見見て泣きました。あ、そうですか。本当に。
それぐらいのファンではありますね、僕。もう多分これ見てる阪神ファンの人多分結構いると思う。上でモニター見ててそれ感じました。めっちゃ来てよかったなって嬉しかったです。そうよかった、少なくとも来てよかったと思ってもらって嬉しい。あ、ごめん、変なこと言ってたら危なかった。いや、俺は言ってたら来るんじゃなかったと思ってました。ちょっと平和に終わりましたけど。いや、よかったです、本当に。確かに、一回でも怒ってほしいかも。いや、怒ってほしい。パンとしてやる、そういう姿みたいな。探偵ナイトスクープで子供にをなんかバント教える、セーフティーバント教えるって企画も見てて、それもめっちゃ丁寧に教えてたんで、なんかそう怒るイメージないんですよね。そうなんですよ、言うても。もうね、あの今はもう無理ですね、多分怒れって言われても。そうですよね、あのイメージ。やっぱりもうちょっとアドレナリン出ちゃってて。そうですよね。ちょっと曲がったことが許せないみたいな感じになっちゃってたんで。俺結構いいこと言ってたわんじゃん。70%、80%の力じゃ、はい、やったら。そう、おっしゃってました、ね。あれ言ってましたよね。はい。いやあれで僕、いや本当にこれ本当に伝えたくて、あの精神で僕今仕事してるみたいなとかありますね、多少は。だから赤星さんに習ったみたいなとこあります、本当に。ありがとうございます。ダメですよ、70%じゃ。だからそうですね、100% で やれる仕事じゃないと、うん、プロじゃないっていう考え方、うん、いやこれは本当に、これ本当、いやちょっとやばいな、この動画ほんまにやばいよ。オフィスにいるからね、だって。いやでも忖度しない解説されるんで、まあ、それをね、まあ、もちろんだから阪神 B 期の解説しろって言われることももちろんあるんですけど、はいはい、阪神の OB ではあるんですけど、やっぱ12球団プロ野球の良さを伝えたいっていうのが僕の中ではあるので、肩入れしないというね、そうですね、いい意味で、はい、これちょっとどうしようかな、はい、これ、ね、永久に終わらないで、ちょっと一旦切りますね。一旦もう座っていただきたいんで。カメラ切って、カメラ切ってね、時間をそうね過ごしていただいて、はい、水入らずの時間を本当に、はい、というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。よかった、ハッピーエンド。まあ一個だけちょっと言わさせていただくと、赤星さんが打ったファウルボールが前の人のカレーに入って、僕カレーちょっとかかったって。それはおもろい。それはおもろい。それだけちょっと伝えしておくと。ここ3年ぐらい行ってなかったんやけど、去年めっちゃ行ったから。行ってたな。コロナの影響で2020は行けなかった。あ、そうですね。行けなかったんですけど。はい、ぜひ、応援してやってください。あ、はい。苦しんでますけど。あ、苦しんでますけど、はい。とりあえず名古屋ドーム7月2日見に行きます。あ、阪神中日、名古屋危険ですね。ただでさえ鬼門 なのに名古屋、そう、あの赤星さん現役の時名古屋全然勝てへんかった時代。あ、そうなんや。そうなんですよ、もう、あの時もね、名古屋ドームに向かう最後の直線の信号があるんですけど、はい、道があって、うんうん、最後の直線赤で引っかかったら絶対負けるそれはぜひ見たいです。バスの運転手さんが信号引っかからないようにあのめちゃくちゃスローで走って青に変わった瞬間に引っかけるとか。あ、もう喧嘩すぎる。喧嘩すぎる。いくらでもそんなことするんですよ。なんかもうそれぐらい名古屋ドームで勝つために道変えたりとか、そうですね、道を変えてくれたりとか。おもろ。去年強かったじゃないですか。そうですね、去年とかはなんかそんなのあんまなかった。うん、なんか全体的に最後の方結構負けたって感じ。どうなんだ。だからその当時僕が子供の時は名古屋ドームは負けてるイメージが。そう。で、あともう一個言うと、その当時の中日が強かったです。ああ、うん。そうですね。落合監督の時です、ね、強かったですね。強かったんですよ、本当に。だからさっきのあったでしょ、あのフォーク球児が投げればっていう。ああ、そうですね。ウッズの。はい。あの2008年の。あれはもう僕ら守っててね。うん、基本僕ら球児が投げてる時っていうのはあんまりこう。来ないと思ってるから、あまりこんな感じで、そうですよね、はい、でもだんだんファールがまっすぐにタイミング合ってきてて、はいはい、そのホームラン打つ前の時に真後ろに飛んだんですよ、はい、ファールがもうタイミングバッチリ、うわタイミング合ってきてる、やばいこれはと思って、頼むフォーク、うわ首振ったよ、まっすぐだと思ってもうこうやってひしこいて、こんな話聞けるんですか、来るぞって守った瞬間に打った瞬間一歩も動きませんでした。赤星さんの上ですもんね。はい、5階席、東西の5階席まで飛んでて、僕ずっと目で5階席まで、いやあれすごかった、打った瞬間やったもん、あれ。あのプロ野球に入って僕守ってて、はい、松井秀喜さんのホームランと、うん、タイロン・ウッズのホームランだけこうやって追います。なるほど。あとは一応とりあえず追うんですよ、もしかしたら、あ、もしかしたらって感じで、そうですよ、ね、もしかしてもないっていうのが打った瞬間があれ悔しかったですな、あのシーズンはまず悔しかったじゃないですか。そうですね、阪神的には13ゲームひっくり返されたんですよ。ただでもあれはだけど球児が打たれたんで、まあ、しゃあないなとはみんな思いましたし、そうですよね、一番の抑え、ただフォーク投げてと思ったのは確かです、うん、フォーク投げたら三振してたっていう話も結構されますもんね、はい、で球児もね自分で後々ね、そこを言ってましたから、あの試合ってどうだったんですかって、いやそれはファン的には聞きたい、まあ、そうやね、ファン的にはやっぱりあの、そりゃそう、
あの時のホームランってやっぱすごかったですか、うん、とかっていう話あとあの F1 セブン全員入れたのもびっくりしたでしょ。見えた、あ、びっくりした、なんでそう、僕が、いや、あと3人誰かなあれびっくりした、確かにそう、野村さんが言ったところまでは大体出てくる名前なんですよ。そうですよね、うん、もう最後の2人なんか絶対出てこないですから高波を訂正された時にこいつらすごいなと思って、うん、そうでしょ、はい、で高波さんまでは大体出てくるんですよ、はい、だけど最後、沖原さんと松田さんに関しては出てこないです、みんな。いやすごい、いやなんかシュータとか言われたりとかね。あ、そうですね。シュータ入ってないんです。そうですよ。で、実際あの時に沖原さん入ってたんですけど、沖原さんネタをね、広げようと思ったんですよ。あの沖原さんの話した時、はいはいはい、もうピーク過ぎてたんですよ、沖原さん。すぐ言っちゃった。すぐ言っちゃった。沖原さんはしましたよ、僕。西口選手が完全試合した時に、沖原選手がライト前に打ったんです。あの時にちょうどこう伝授してたんですよ、いろいろ。言おうと思ったら、もうピュッて話が変わった。いや、もうごめんなさい。で、沖原さんはあの時、一応 F1 セブン入ってたんですけど、はい、広沢さんより遅かったっていうね。広沢さんのが、その話やばいな、ちょっと面白すぎます、ね、広沢さんが自分で言ってましたが、沖原より俺の方が早いんだけどって。いや、それはすごい。いや、広沢さんという名前も出てくると思います。そうなんです。まあ、もう一個だけ言うとしたら、パワープロでめっちゃ使ってましたね。いや、僕はパワープロはね、自分のあの数字が納得いかなくて。納得いかなくて。俺もうちょっとプレイヤーもらえかもしれない。これはもらえ、これはもらえ。そう、あれでコナミさんに一回クレーム。そしたら、コナミさんがそれ反応してくれて、で、コナミさんが、どこが赤星さんダメですかって、じゃあこう、どうしてこうなってるんですかって、いろいろやり取りしたら、赤星さんは実は、ちょっと見た感じ低いかもしれないけど、特殊能力がいっぱいついてるんですから。ああ、確かに。そういうの分だけね、ちょっと。盗塁ももちろんですし、送球も丸がついてるし、あとなんかそのバントとか、そういろんなのがついてるんですと、うん、他の選手は特殊能力が少ないので、そのやり取りめっちゃ面白いです。そうか、そんな見にくれそこで、確か肩がね、F だったんですよ、はいはい、いや、F はないだろういくらなんだもうちょっと、まあ、一応肩強くないけど意外と補殺してるよと。で、ミートもなんか C と D のなんか中途半端なところだったんです。いやいや、一応3割打ってんだから、うん、B ぐらいには B までいかなくて C の上の方の B、うん、あの C にしてくれる。あ、はいはい、B に近いし近いし、なるほど。で、肩もちょっと F はないでしょ。何でもそれ F って。いや、やっぱでもそう思うんだ、プロ野球選手って。いや、絶対カットマンまで投げれないような人が F でしょ。確かに確かに。したら次の年ちょっとだけやっぱ上乗せされた。そうなんだよ。だから交渉の余地あったなって。あ、そうなんですね。はい、そこ交渉するのめっちゃすごいっすね。赤星選手だからこそっていうのはあるかもよ。あ、確かに。でもまあ、うん、ある程度やっぱ一流でやってないと聞いてくれない可能性はあるよね。そうですね。でも嬉しかったです。そうですね。だからちょっと E の上の方になってましたね。あ、なるほど。D 寄りの E。D 寄りの E。F だったのがだいぶ進化してるから、ね。結構そうなんですよ。でもミートは B になってましたからね。あ、確かに。かなり上がりました。上がりましたよ。阪神とか優勝した年のパワープロとかはちょっと阪神補正入ったりしますよね。入りますよね。ちょっと入ってくる。阪神の選手めちゃくちゃ強くなってる。すごいね。もうちょっとすみません、あの話しすぎちゃうんで。ここまで切らないと。すいません、ごめんなさい。ありがとうございました。いや、もちろんそう。いや、もうありがとうございました。言い足りないです。とんでもないです。いや、煉瓦さん、これどうですか。いや、これはやばい。誰か今から生サインが、うん、電話さんって描かれようと。いや、どこにでも本当にもう、どこがいいかな。こうだから、ね、すごいわ、本当に。いや、よかった、初めて見る知識めっちゃ入れといてよかった。いや、めちゃくちゃ貴重。いや、これはね、いや、永久保存。いや、これいいですね。これ真空保存したいもんな。うわ、そうですね、空気劣化を防ぎたい。いや、ちょっとすごい。日付どうしましょうか。あ、日付。あ、まあでも今日の日付、今日の日付で大丈夫です か、はい、すいません。すげえ。まあでも、バース掛布岡田の日にちを知ってた時点でちょっと怪しいなと思って。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい、サインめちゃくちゃかっこいいし、勇気もめっちゃうまい。いやー、ちょっとこれやばいな。これはたっぷり、こんなに来ていただけるなんて思ってなかったな。いや、これめっちゃいい。すげえ。かっこよ。かっこいい。じゃあ、サインボール授与式をね。すいません、はい、本当にいただきます。はい、ありがとうございます。大切に保存させていただきます、はい、ありがとうございます。飾ってください。ありがとうございます。いや、すごい、これはね、ダメですよ、こんなことして。いや、嬉しいんですよ、ね、いいな、これ。